はい、YouTube 好きな人は知ってると思うんですけど、こういうね、あの開封とかね、めっちゃいいね。で、僕たちもやってみたいから、ね、早速ね、カリーノからね、もうゲットしたての iPods たちを開けてみましょう。はい、今、5世代が発売されてるんですけど、ね、4世代と、うん。容量は裏面を見ればわかるんですけど、うん、8ギガですね。まあ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 、うん、取れたくて、取れたっていう思い出を作ってくれた。いや、開けてみましょう。はい、ペリペリを剥がしたいと思います。おうおうおう、いいね、初めてだ。でっでっ、おー、あ、そのまま取るんじゃないんじゃない、まだ1回なんかあるんじゃない。だってちょっと、あ、おー、もう取れんじゃん。あ、まだ付属品を、付属品をデザインドアイアップルインカリフォルニア、ね、おー、フィンガーティップス。アップルシミね、フィンガーティップスですね。おー、このようになっています。簡単な取説ですよね、うん、ドックコネクタです。30便の、はい、そうです。で、これがね、イヤホンと、僕はでもね、新しく出てるイヤーポッツの方が音はいいんだけど、個人的にはこのイヤホン僕好きですよ、ね、音はどうというよりもアップル製品のね、アップルのイヤホンを使ってるっていうのがいいんですよ、音というよりも。アイポッドタッチ、この製品についての重大なお知らせね。え、こんなにあった、はい、多言語対応みたいな感じのやつですよ、多分。中古じゃないかどうかの確認をね。 PDS だってさ、めっちゃボロかったじゃん。あ、箱が、箱が、だからもしかしたら中古っていう。なんだ、行きますよ、これ。行け、これ、いいね、音めっちゃいいね。いいね、なんかピンボンバンみたいな、いいね、神々しいってこと。まさかこのチャンネルでこの日が来るとは。ああ、おお、ちょっと今のはなかったなかったことにた。はい、行きましょう。改めて行きましょう。じゃあ行きますよ、ここ。いいですよ、行きます。ゲッ、うん、行くよ、はい、初起動行きます。はい、おお、やって、ない、ない、まあいいや、やまさか中古、まあいいや、やってみましょう。引っ張られて、絶対わかんないわかんないよ。え、新品でしょ、まあいいよ、わかんない、つかなかったっけ、つかなかったような気もするな。日本オン、これはね、後ででいいんじゃない。じゃあ適当になるんかもしれない、なんかその他ってこれで、あ、でどうする。いや、僕もね、 iPod Touch 持ってるけど、アップル製品結構いろいろ持ってるけど覚えてないな。ちょっとなんかやばそう。ログ、あ、ソフトバンク、あー、なるほどですね。思ったけど、あ、ネットワーク接続なし、待って、来た、あれ、あ、それさっきも来なかった。 iTunes のやつね、まあいいや、やってみて。なるほどね、なるほどですね、これがね、うん、こうやって街中を歩けばさ、なんかこれ絶対さ、ポッタッチバレる。最新型ダミーだよ、ダミー。しかもね、ボタンなんかもこれね、もうね、こう場所によって色が変わるっていうのも YouTube です、はい、アイコンは、アイコンね、これはね、だいぶ前の iOS でこれだったんだよね。で、iOS6 からかな、忘れたけど、うん、その辺から確かなくなっちゃったんだよね。うん、Google マップもね、初期で入ったやつも今はなくなっちゃったんだよね。ようこそ、iPod タッチ。5世代はさ、僕にハローって書いてる。Apple シール、なんかに貼るんですか、ちなみに。うん、貼る予定は特にないです。貼りませんか。なんかこの板も取っとく。あ、え、これ板取って、僕は全部取っといてるけど、一応僕聞きたいんですが、これはさ、あの iOS6 にアップデートするのですか。しますね。しますか。 LINE なんかもこういうのがあって、 iPhone 用のアプリが使えるようになるんで、これから。そうそうそう、まあ、iPad でも使うんだけど、拡大すると画質が落ちるんだよね。そう、解像度がね、解像度が悪くなりますね。ね、もうね、待って待って、あの人はカリーノのおじさんがいた。おいおい、カリーノ、ありがとう、ありがとう、カリーノ。